人ならセクシーとかそういうあれが、うわーたくましいわっていうイメージになっちゃ う、 うわーたくましいわみたいな、いやもうなんかもう近づきたくないぐらいのあの威圧感を放つみたいなそんなにそんなにみたいななんていう、ちょっとあの悲しみに浸ってます。今年の夏のトレンドファッションはもうさようならですトレンドとか全く気にしないけんな。トレンドあんまり気にしないんですけど、うん、なんかでもその流行りによってこう服って増えるじゃないですか、種類が。まあそうだね、特に女性はね。それがすごくやっぱり大きくて、そうだからやっぱトレンドを追っかけるつもりがなくても自然的にこのこうマーケットに出てくる量が増えるから、やっぱ気に入った服も出てくるじゃないですか、うん、で手に取る着る、アーゴリラみたいな。アーゴリラ、ゴリラどうなった、アーゴリラみたいな、早く人間になりたいです。ちょっとご飯あげてくる、ゴリラに。いや、ゴリラに。いや、恐竜みたいな。ゴリラ、ゴリラ、確かに空腹だけれども。ちゃんとあれですよ。あれ、ご飯食わない、ほり。持って歩いてます。お食べ。ほりほり。お食べ。ダメだな。地下に入るとマジになってしまう。あれ？食べた。じゃあ、さらば。あ、めっちゃ大きくなってる。マピオン、どこにいる？マピオン、今上にいます。上？隊長の後ろ。あ、いた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 、マピオン。結構大きくなったでしょ。大きくなりましたね。お肉あげたからね。かわいい。めっちゃ走るの早い。乗れればなぁ。多分ね、このバージョンだとサドル使っても乗れないんですよね。バージョンアップしないと無理っぽそう。あー、いいなぁ。で、マピさん、ダンさん、今回はですね、はい、今回から装飾ゾーンにちょっとね手を加えていこうかなって思ってるんですよ。おうおう。で今復活させてるのが全部肉食なんで、はい、まあ、そろそろ欲しいかなと思いましてね。でこっちからこっちの広いところが全部装飾ゾーンなんで、まあ広いっつっても脱走されるとめんどくさいんで、まあちょっと塀は作ろうかなって思ってるんで、こんな感じでね塀を作っていくんですけど、あれいない、ヘイヘイ、マピオンがいなくなった。マピオンがいない。あー、ごめんなさい。でマピさんが来る前にダンさんには塀の作り方も教えてあるんで、まあ使う材料はこれは石レンガのハーフブロックと丸石の壁ですね。で、まあ、はじめはこの下の空間なかったんですけど、ダンさんに、あれ？これ、幼少期、脱出しちゃうんじゃね？って言われて、まあ、こんな感じになってます。で、まずね、ポンって、卵を置いて、で、いきなり放し飼いにすると、ほら、階段とかまだちっちゃいから抜け出しちゃうかもしれないんで、ちょっと小さな柵を作って、そこで育ててから、この広いところに出そうかなって思ってるんで、まずこの辺でいいかな。この辺にちょちょちょいと、この辺にちょちょちょいとちょっと柵を作っておいて、で、ある程度でかくなったら離そうかな、みたいな感じかな。で、一番初めに、復活させる装飾何にしようかなって思ってるんですけど、マピさん的には何がいい？おーおー、私的にはほうほう装飾なのかわかんないですけど、あのマンモスは好きですね。マンモス？恐竜じゃねえ。確かに確かに恐竜じゃない。いきなりマンモスをチョイスする。ごめんなさい。ダンさん何がいい？むしろ今何いたっけ？あれ何いたっけ？そっからだよね。そうそう、消えちゃったからだいぶ。で、この前、なんとかちょこっとだけ揃えられたけど、何いたっけ？ブラキオはいたよね。ブラキオは、うん。ブラキオとステゴとトリケラがいたような。あ、こっちこっちこっち。
テゴ、ブラキオ、アンキロサウルス、ガリミムスとトリケラトプスとパラサウロロフスが草食で、あとは多分これも草食かな、レプティスティなんちゃらかんちゃらっていうのと、あとマモス、うん、で DVD の DVD じゃねえわDVD じゃねえわDNA のクオリティが 100% なのがブラキオ、ステゴ、アンキロ、ガリミムスで、トリケラトプスは 50%50% だから、これ掛け合わせれば 100% になりますから。 100% そう、あえて、まあ、分かりやすい王道のトリケラ行くのも手かなっていうの。おお、やっぱりステゴかトリケラってところですよね。トリケラかな、トリケラ行きますか、無難に。さて、トリケラトプス、トリケラちゃんを、ああ、できた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 。クオリティ 50%。よし、行きましょう。あれ？エンダーさんは？え？エンダーさん、木のところに。あれ？待って。あれ？挑んだよ、この人。マジか。完全に私たち無視する気だったのに。どっか行っちゃった。恐竜の方に行ってくれればね、多分死ぬから、勝手に。さあ、何色が生まれるかしら。ん？あ、いた。あー、怒ってる怒ってる。さてと、私たちは、ほい。あっちは放っておいて。あっちは放っておいて。生命の誕生を見守ろうではないか。え？あれ？エンデューどこ行った？エンデュー。エンドゥーマンどこ行った？いや、あの、クロスキル前にどっかに消えましたね。あー、じゃあいいか。何色の子が生まれるかな？どっくらいの大きさなんだろうね、最初。さあ、でも卵の大きさから考えると、そんなにあいつらと変わらないかな、とは思いますけど。うん、そんな小さくはなさそうですね。そうそうそう。ほら、ティラノサウルスだって幼少期はそんなにでかくないじゃん。さて、生まれるかしら。生まれた！おお、おお、あ、かわいい、かわいい、かわいい。なかなか派手というか、ごつい色だね、あなた。渋い。もっと淡い色かと思いきやな。緑色かなってね。いやー、そう、初めて、え？え？何今の音？声？え？これこいつの鳴き声でしょ？でしょうね。え、でも生まれた時の鳴き声、あれもっと、のぶ、あれのぶとい声で鳴いたよね。生まれた時の時、やーって感じでしたけど、今、ブーンって感じでした。うん、そう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 。え？あ、あたし見てる？ほら、これ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 。さっき、アンギャーって言ったよね。見ましたね。はい！トリケラトプス、はい、角竜類、白亜紀後期、植物食ですね。全長は9メートル、トリケラトプスは長くて尖った角と首の襟飾りが特徴的である。また地上に最後まで生き残った恐竜でもあり、角竜としては最大のサイズを誇る。じゃあ人間に一番近い、近い、ある意味近い。ほう。っていうか、9メートルね。でかくね。すぐ大きくなるなぁ。でかくね。隊長、これさ、うん。どうしてこっちに放つんだから、そう。ここまで、もう、伸ばしておいてあげたら。そうですね。そうしますか。ちょっと、狭くて。うん、かわいそうかな。かわいそうだよね。ん？私の出るところ。ん？私の出るところは？ん？なんだい？で、まあ、ここに放つ最初のトリケラちゃんはこんな感じでいいんですけど、この周りを囲わなきゃいけないんで、やっちゃいますか。
はーい。でね、ここの辺はいいんですけど、あそこにちょっとね、邪魔な山があるんですよね。あっち。邪魔な山。あそこに邪魔な小山があるんで、これをちょっと崩したいかなと思っておるんですよ、私は。で、範囲がね、この、石レンガのハーフブロックの、こいつから、だーって言って、やべ、ちょっと腹減って走れない。腹減って走れねえ。食べてくださいよ、そこ。だーって言って、で、もうちょっとここまで繋げて、あそこの水の最後のあたりまで、ちょっと待って、走れねえ。そうだね。あそこまで繋げたいかなって感じかな。だから、だね。まず、木から切っちゃわないといけない感じかな。これとか。隊長。なんだい。この子、種食べます。種食べる？あれ？はたまった。種を食べる。種食べるの？何食べるかなって思って、とりあえずなんか手当たり次第。マジで？種でいいんだ。できたんですけど。さっき種1個食べましたね。マジで種あるよ。はい。はい。はい、人参。これすぐでかくなるんじゃね？あれ？でも食わんねえ？食べない？少し成長しないと食べないんだっけ？そんなにバクバクは食べないよね、確か。あー、もっと早く食べてね、大きくおなり。さてさてさて、ちょっとこっちは来てもらえるかね。はい。こっちは来てもらえるかねとか言ってると、また夜に、また夜に、夜になりそうな、っていうか日が沈む、早えよ。この世界日が来るの早えよ。あ、もう寝るよ。もう寝ますよ。おはようございます。おはようございます。でね、この山なくしちゃうんですか？その山なくしちゃおうかなって。結構景観いいんじゃないかなって思ってたんですけど。そっから柵をね、飛び越えて脱走しちゃうやつがいるかもしれないから。あー、怖そうかな。いや待って、柵まで遠いかな。向こうの柵まで遠ければ問題ないか。うん、かな。あ、やべ、肉がね、取ってこよ。あー、ちょっとこの辺切り崩せばいいか。この辺りも全部切り崩しちゃえばいいかな。じゃあ、引き続きこちらは繋げる感じで。はーい。D。こっちとこっちをつなげれなければいけないとか言いつつ、私はお腹が減ってるのでご飯食べてきます。はい。はにゃー、おにゃ。で、ぐるっと囲えればね、大きくなったトリケラちゃん放し飼いにできるから。あー、そうか。小屋別のところにやるべきだったかな。まあ、いっか。あー、お腹が減って走れない。ハクさん、こっち壁やってていいよ。下地引いてるから、ハーフブロック。お願いします。よいしょ。ここの土、上届かないと思うから、作業台として俺2段しといたから。あー、素晴らしい。なんと素晴らしい。ありがとうございます。終わったら削ればいい感じだから。じゃあ、今のうちに僕は向こう側つなげちゃうね。はーい。よいしょ。あー、よいしょ。ダンスさん、どうもー、どうもー。よいしょ。
で、あっちとこっちをつなげ、あ、そっか。そっか、そっか、そういうやつがあるからどうしよっかな。そういうやつがあるからどうしよっかなって、日本語的におかしいけど、そういうやつがあるからどうしよっかな。どういうやつかと言いますと、その、さっき言ってた、ちょうどいい場所でやらないと、中途半端な塀になっちゃうから。そうなんすよ。そうなんすよね、そうそう。そうなんすよ。その辺をちゃんとしておきたいところ。ああ。ここだ。氷の位置を決めてくれれば。うん。ちょっとそこ、山、削んなきゃないでしょうか。そう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 。ここだ。そこまで。ここまでだ。で、ここまでだ。ってなってくると、この山ぶっつぶさなきゃいけなくなるのか。そう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるので、そちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので、登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。